まです。まです。このチャンネルではキャンプ動画、キャンプギア紹介、キャンプ飯を配信してます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、で今回はですね、はい、ずっと欲しかったね、あれをついに買ってしまいました。はい、で皆さんご存知の通り、この間ね、Amazon プライムセールがありましたね。欲しいものだらけでしょうがなかったんだけど、じゃあ早速ポチったものを紹介したいと思います。はい、こちらです。おまかえ。あー、重い。わー、あーでっかいね。ほんと、いや重いで、リアル。いや結構重い。いやリアル。はい、こちらパワーアーク2というポータブル電源でございます。ほい、買っちまったな、ついに。でもあれが欲しかったんだよね。ジャッキーが欲しかった。ジャッキーの400ワットが欲しかったんだけど、速攻で売り切れちゃったから、そう、そしたらね、これをね、見つけたので、はい、で今日これをね、早速開封、今からちょっとマジで開けてみます。はい、よー、楽しい。よー、じゃあいきますよ。せーの、パカーン。まだ開けません。あ、説明書が入ってる。おー、絶対やると思った。どっちかな。おー、見えてしまった。じゃあ、いきます。入れよ、パワーアーク。わー、おー、じゃじゃーん、すごい。はい、来ました。わー、すげー、かわいい。買っちまったぜ。かっけーな。で、改めてこちらパワーアーク2というポータブル電源になります。はい、持ち手もね、ちゃんとついてて、結構重い。でも多分ね、4キロぐらいはありそう。測ってみるかな。うん、後で測ってみます。ついた。うわー、すごい。え、しかもさ、ここちゃんと液晶になってる。わかりやすい。わかりやすい。ほとんどね、ちょっと下調べとかしてないんですけど、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、ここに何パーセントってちょっと書いてあります。ポータブル電源、何に使うのって思う人がいると思うんですけど、何でも使えちゃうんですよ、はっきり言って。例えば災害時とか電気停電した時にももちろん使えるし、あとはキャンプ。キャンプだから今回僕ら買ったんですけど、キャンプだったり、あと車中泊か、車内で電気でご飯作ったりもできるので、いろいろパワーを発揮してくれる電源になります。最高だ ねこれずっとね、欲しかったけど ね高いんですよ。Amazon プライムセールで1万円オフだったんですけど、定価が6万円、1万円オフだから、まあ、5万っていうぐらいですね。4万9千円ぐらいでした。ちょっとじゃあね、ちょくちょくいじっていってみようか。はい、まかえ。はい、じゃあちょっと細かいところを軽く紹介していきたいと思います。まずここがね、電源です。これをつけると、これね、これありがたいね、液晶モニターがついてて、しかもカラー表示なので、前のモデルだと分かりづらかったと思うんですけど、今回2でこれがつきました。で、あとここね、アウトプット類、タイプ A、タイプ C で、嬉しいのがここタイプ C が刺さるようになって、タイプ C ってまああの MacBook とか Apple のパソコンとか携帯とか使ってる人はこれ結構馴染みがあると思うんですけど、タイプ C も直接ね、ここから電源が引けるようになってます。さらに嬉しいのが、今までだったらコンセントのところに挿してから充電しなきゃいけなかったんですけど、ここからね、あの USB で直接できるので充電のスピードが速くなったみたいです。はい、で、あとこっちがシュガーソフトかな、車によくついてる丸っこい筒のやつかな。ちょっと説明が難しいんですけど、シュガーソケットでいろいろ電気機器も使えると思います。ここはね、トータル 300W まで使用できる電源プラグになります。で、これがね、ありがたいのが、前のモデルだとここは1個だけだった。ただこのアーク2になってからは2個になったので、併用して使えることができるそうです。それがね、すごい嬉しいなと思います。これね、後ろはここがライトになるみたいです。結構明るい。キャンプサイトとかでランタン代わりにちょっと使うことも一応できます。非常時とかも停電した時、明かりが欲しい時はここ押せばすぐつきます。明るさ調節もちょっとできるね。もう一回押すと、多分これは SOS 信号、前紹介したクレームワンもね、 SOS 信号を出せたと思うんですけど、なんか遭難したりとか一応ついてますよって感じです。これありがたいね。まかえ。はい、てなわけで、はい、まあ、軽くね、説明しました。まあ、正直、あの、俺らも、まあね、まだね、使い方がよくわかってるわけじゃないので、説明がうまくいってないと申し訳ないんだけど。大事なこと説明しよう。あ、そうだね。じゃあね、待ち焦がれてたんだよ、この瞬間を。あのね、パワーを押して、DC アウトプットをポチッと押すと。おー、すごい。じゃーん。これは嬉しいね。携帯のワイヤレス充電ができちゃうと。そうなんす。おー。すげー。
いや、正直キャンプ行ってさ、コードいちいちこうなんか探してモバイルバッテリー挿して充電とかすっごいめんどくさいじゃん。で、これもうキャンプサイトにポンと置いて充電ねえや、あ、充電ねえ、あ、ほいって感じか。おー、充電されてる。すごい、これ嬉しいね。これ嬉しいわ。こんなことも今のポータブルバッテリーできちゃうんだね。できちゃうらしい。いやー、すごい。パワーアークとの違いなんですけど、シガーソケットの蓋がね、新しく追加されたみたいです。前まで蓋がなくて、その中にゴミとか入っちゃうから故障の原因とかになったみたいなんだけど、これがね、新しくちゃんと入んないようにってつけてくれたみたいな、まあ、そういうなんか安心面もいいね。確かに。でも実際充電 100% あって、一体どれくらい使えるのよ、それがまだ分かんない。そう、分からない。なので実際に使ってみてどのくらい使えるのか、また動画を上げたいと思います。そうだね、実際に、ね、使ってみたレビュー動画も出すので、はい、そちらの方もぜひお楽しみに。それではバイバイ。